総括、新型コロナウイルス対策の失敗について。まず初期段階での失敗が多かった。はじめにチャーター機の経緯もあり、新型コロナウイルスの感染力を舐めて空気感染はなく大したことはないという見解を厚生省が発表した。武漢閉鎖の時期、1月末に日本では中国からの旅行者を受け入れてマスクもさせずに観光させた。中には武漢からの旅行者もいて、日本ではマスクを外して観光をしていた。ためにすぐに新型コロナウイルス感染者が出た。しかし3月まで中国人などへの入国規制をかけなかった。オリンピックを意識してオリンピック中止が決定するまで日本国内での PCR 検査をほとんど実施しなかった。その代わりにダイヤモンドプリンセス号の事件が大きく報じられた。その後に小さなウイルスに対して効果のない布マスク配布を実施した。翌年、内閣官房参与の高橋洋一が2021年の5月に、日本はこの程度のさざ波、これで五輪中止とか言うとわらわら、と発言。この当時では日本人は新型コロナウイルスで1万人以上死んでいる。中国4600人で、韓国は1800人で、台湾12人。この時期での日本でのワクチンの接種率は先進国の中では最低だった。まあその後にワクチン接種を強力に推し進めたので、感染者数は減り、なんとか沈静化したというのが事実だ。さらに高橋はオリンピック期間中には、感染者数は減っているという予想も大きく外している。実際には8月17日で、感染者数は2万人、9月1日も2万人。8月20日で2万5975人である。つまり感染者数は最も多くなっていた。現在の累計死者数、アメリカ84万人、イギリス14万人、インド48万人、ブラジル61万人、日本で1万8000人、韓国で5500人、中国で4100人。日本人はマスクをしてワクチン接種も積極的に行ったので、欠陥の多かった初動ミスを補い死者数は極端に多く離らなかった。